はい、どうもメイチャンネルです。本日私はですね、横浜は館内の方に、ね、来ておりまして、本日はですね、これからハイアットリージェンシー横浜さんの方にね、向かっていきたいと思います。今ね、横浜スタジアムをね、通ってきました。じゃあね、もう3時回ってますので、ホテルの方に向かってまいります。はい、ということでですね、今こちらのハイアットリージェンシー横浜さんの方にね、到着しまして、もうね、15時半回りますので、これからね、チェックイン手続き向かっていきたいと思います。はい、本日ね、15階のお部屋となっております。はい、ということでね、本日は1519というお部屋になります。こちら左手ですかね、こっちです。あ、近い、ここです。はい、本日はね、こちらの1519号室というふうになっておりますので、入っていきたいと思います。よいしょ。おー、いいですね、レイ君、すごい綺麗だね。はい、ということで入ってまいりました。サボテン、あ、本当だ、サボテンみたいだね。はい。あ、なんかね、すごく落ち着きのある、いい感じのね、お部屋となっております。レイ君、ついにこれ見つけました。はい。何見つけたの？これ。はい。ということで、ちょっとね、一通り見ていきたいなというふうに思います。はい、本日はですね、エレベーターホール出てですね、すぐ左手のこちらの1519というね、お部屋となっております。入っていただいてですね、右手には傘置きがこのようにあって、で、荷物ね、置く台があったりとか、ここら辺はね、扉で、あ、水回りがね、多分閉めていただくことができる扉となっております。で、こちらに荷物置く台があって、ハンガーだったりとかバスローブがね、このように置いてあります。そしてアイロン台とスリッパ、ふわふわな感じですね。ちょっと開けてみましょう。スリッパに関しましては、こんな感じのね、ふわふわタイプの、そして滑り止めがね、ついている感じのスリッパとなっております。いい感じですね。はい、そしてこちらの収納スペースでございます。はい、こちらの方にはですね、ランドリーのバッグがあったりとか、はい、でこちらがルームウェア、これはセパレートっぽい感じですね。なんか色もいい感じです。こちらにアイロンがあって、そしてシューブラシと靴べらがあるといった感じですね。そしてこの先がミニバーですね。はい。まあ、こんな感じで鏡張りが、鏡がね、あって、お水とネスプレッソマシンですね。そしてセキュリティボックス。セーフティーボックスがこちらにあって、冷蔵庫に関しては、ね、特段何か入ってるわけではないですね。で、この下にアイスペールとこちらの電気ケトルが置いてございます。そしてこの上がティーカップと、はい、こちらのドリップコーヒーの、ね、ポーションですね。はい、いい感じです。そしてこの上がグラス類ですね。はい。ワインオープナーとかもね、あって、グラス結構大きくていい感じですね。はい。そして水回りですね。ティッシュとグラス。そして洗面台。まあ、シンプルですけど、やっぱりね、新しいっていうこともあって、非常にね、綺麗な感じですね。はい、いい感じです。そして、こちらにね、バスタオルと、ドライヤーに関しましてはビダルサスーン。はい。結構おしゃれな感じですね。ビダルサスーンです。アメニティこっちなんですね。ここはね、空なんですけど、この上については、はい。こういったアメニティ類がね、一式置いてございます。すごいシンプルですけど、めちゃめちゃおしゃれですね。そして拡大鏡。はい。そしてお手洗いの方にはね、
こういった感じの絵があって、お、トイレはね、自動で開くタイプのウォシュレットとなっております。こちら、引き戸のタイプですね。あ、鏡にもなってますね。はい。そして、お風呂。結構広いですね。めちゃめちゃ綺麗。そしておしゃれ。どうですか？はい。レインシャワーもあって、ハンドシャワーもね、ございます。はい。で、蛇口もね、非常にわかりやすいですね。下に回していただくと、ハンドシャワー、上がレインシャワーとなってますんで、お、威力めっちゃ強い。申し分ない威力です。はい。こんな感じのお風呂となっております。で、こちらね、このように閉めていただくと、個室みたいな感じにね、はい。こういった感じで、間仕切れるという感じですよね。まあ、外からね、また見ると雰囲気がだいぶ違うんじゃないでしょうかね。はい。電車が通ってる。はい。そしてこんな感じですね。おしゃれです。はい。まあ、開けといた方がやっぱりね、開放的で広く感じますね。そして出身室。このね、金の屏風がめちゃめちゃ高級感ありますね。すごい。テイ君がこれね、サボテンって言ってた。トゲトゲの、はい、マークですね。で、こちらのベッドパネルの方には、フットライトだったりとか、はい、読書灯とかですね、マスター類。そして、コンセント1箇所と USB-A がね、1箇所あるという感じですね。もうレイ君がダイブしてます。はい。で、テレビと、なんかすごい、ここに荷物を置けるのかな？エアコンパネル。ね、すごいシンプルに、スペースが空いてますね。はい。で、テレビと、で、こちらにね、QR コードでですね、いろいろメニュー等を見ていただくことができるのかなというふうに思います。はい。で、こういった感じのね、ソファーがあって、これもね、非常にいい感じですね。そして、こういった感じで、レーターがいい感じと言ってますね、レイ君もね。はい。こんな感じで。これは何だろう。あ、横浜ハーバー。何だろう。バームクーヘンかなんかなのかな。なんか横浜のお菓子でいいですね。はい。で、ちょっとですけどね、こんな感じのドレッサー兼、デスクがありまして、こちらの方のベッドパネルの方にはマスターとかエントランスモードもありますし、コンセントが2箇所と USB-A がね、1箇所。そしてね、こういった時計が置いてございます。収納は。はい。常備灯だったりとか、あとメニューとかですね。そんな感じがございます。なんか入ってた。で、机ですね。こちらもなんかメニューかなんかでしょうか。はい。封筒とかですね。そんな感じです。はい。で、こちらのね、カーテンについては自動ではなく、手動でね、このように開けていただく感じですね。さあ、景色は、これはどっちのビューなんでしょうかね。おお、向かい側の建物に中庭があって、いい感じですね。大和寺所ビルさんがあって、何ビューって言ったらいいんでしょう。ハーバーではないのかな？シティビューの方になるのかな？何ビューなんでしょうね、これは。はい。あ、でもこっち側がね、レインボーブリッジの見えるビューとなってましたね。はい。レインボーブリッジじゃないか。横浜ベイブリッジの方ですね。はい。いつもお台場とね、間違えちゃいますね。はい。こんな感じで。どうでしょうか。非常になんかお付きがあって高級感があって、個人的にはめちゃめちゃいいお部屋だなと思いますし、結構ね、広く感じます。はい。十分なね、広さあるんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。はい。レイ君どうですか、お部屋。レイ君そこ危ないからやめてください。気をつけてもダメ。どうですか、お部屋。いい？はい。ということで、レイ君もね、大満足という感じでございます。はい。ということでね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロード下りが 28.98Mbps、アップロード上りが 29.16Mbps となってまして、まあそこそこね、速度は出てます。通常の仕様だったら申し分ないんですけど、まあ新しいね、ホテルということもありますので、もうちょっとね、早いと
嬉しいなというところで個人的にはありますけどね、十分あの速度は出てるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、本日はこちらハイアットリージェンシー横浜さんの方にね初めてお邪魔させていただいております。こちらのホテルにつきましてはですね、2020年の5月にね開業して、まだね2年と半年ぐらいという感じで、まだねピカピカのホテルでございます。いやー、ホテルのね感じ、エントランスはねまあちょっとコンパクトな感じはやっぱありますけど、それ以外はね結構ゴージャスな感じはあります。お部屋もねこの金の屏風だったりとか、なんだろう、お月のあるなんかね大人のホテルだなっていう感じの印象を持ちました。めちゃめちゃね落ち着いてる感じです。で、お部屋の方にねやってまいりましてですね、まずねこのようにメッセージカードね、いただいておりまして、ハイアットリージェンシー横浜へお越しいただきまして誠にありがとうございますということでですね、総支配人の方から、メッセージをねいただいております。でそれ以外ですね、こういったミニバーのね料金表だったりとかですね、まあコーラが800円とかね、朝日のスーパードライが1100円とか、まあそんな感じのね価格帯があったりとか、あとは無料の貸し出しのね、ご案内でございます。無料で提供できるものとしまして、ベビーシャンプーとかマウスウォッシュ、バスソルトとかね、シェービングフォームとか耳栓、そういったものは無料でね提供してます。お貸し出しにつきましてはね、バスローブとかもそうですし、ヨガマットとか、電話機の、充電器、あとは加湿器だったりとか、あ、確かにね体重計置いてなかったですね。体重計欲しい人はね、あのお貸し出ししますっていうことで、まあ私もねめったに乗らないんで、乗らないからいけないんでしょうけどね、必要ない方についてはまあ置いてなくても問題ないのかなっていう感じですけど、まあ普段毎日ね乗ってるよっていう方は必需品なのかもしれないんですけどね。はい、私は毎日乗らないのでなくてもいいかなっていう感じでしたけどね。はい、ということで、まあなんかねレイ君もすごい腹ペコみたいなので、ちょっとねゆっくりさせていただいてですね、まあ館内のね散策などをさせていただければなというふうに思いますので、まあちょっとねゆっくりさせていただいて、また暗くなった頃に活動していきたいと思います。はい、もうねだいぶ暗くなりまして、ちょっとね小腹が空きましたので、ウェルカムスイーツいただいてたやつね、ちょっといただきたいなと思います。横浜ハーバー、美味しそう、ね、いただきます。レイ君も食べたいって言ってました。ああ、うん、うまい。食べたことあるけど、どんなやつかな。食べる？うん、もっと前にして、うん、おいしい、うまいと言ってます。まあだいぶね暗くなってお腹もねいい感じで空いてきましたので、これからちょっと夕飯ねホテルで食べるか、外で食べるかも含めてですね、ちょっと検討して中のね散策行っていきたいと思います。ヤミー、いや、はい、今ね、夕飯を食べてきまして、これからホテルの方に戻ってですね、あのジムなどをねちょっと取っていきたいなというふうに思いますので、ちょっとね買い出し行ってホテルの方に戻っていきたいと思います。ということでね、今戻ってきまして、こちら3階のですねラウンジがある階なんですけど、こちらのですねジムの方をね見ていきたいと思います。はい、こちらがねジムです。でこちらがねクラブラウンジとなってますけど、今残念なことで、ね、行くことができません。まあ人がねいなければいいんですけど、みんなそうですね、まあ、こんな感じのね、フィットネスジムとなってますけど、まあ、十分な、ね、広さあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。結構いい感じですね。はい、それではお部屋の方にね戻っていきたいと思います。はい、ということでね、お部屋の方に戻ってまいりましたけども、今のところね、こちらのハイアットリージェンシー横浜さん、建物の感じも、まあやっぱ新しいっていうのもあるんですけど、非常にね、あの好きな感じ、いい感じですね。あの、レセプションとかはやっぱりこじんまりはしてるんですけども、それ以外のところでね、あの、結構広さをとってたりするので、まあやっぱりね、レイ君めっちゃ元気。今風の最近ね、できたホテルだなっていう感じはね、正直な印象としてありました。はい。で、夜もね、あの、いろいろ食べたいなとは思ってたんですけども、結構ね、あの、混み合ってましたね。今日金曜日っていうこともあるのか分かんないですけど、結構混んでました。
まあ、明日の朝食はね、ぜひこちらのホテルでね、食べていきたいなというふうに思いますので、まあ、この後ね、またライブ行っていきますので、上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらのアーカイブの方もね、チェックしていただければなというふうに思います。ということで、また明日の朝お会いしましょう。はい、おはようございます。いやー、ぐっすりね、眠ることができました。昨日もね、ライブなんやかんや1時までね、やらせていただきまして、遅くまで皆様ありがとうございました。もうね、まもなく、9時前というところでございますので、これからですね、朝食の方食べに向かっていきたいなというふうに思います。めっちゃね、楽しみです。はい、行ってまいります。今ね、レストラン行ってきましたけれども、まあ、9時9分、今戻ってきたところなんですけど、めちゃめちゃね、並んでおりまして、その場でね、待つこともできたんですけれども、あのお部屋の方にね、連絡いただくようにお願いさせていただきました。はい。まあ、昨日ね、ライブでもですね、まあ、視聴者さんの方でね、かなり多分混み合うと思うので、早めに行った方がいいですよってこともね、おっしゃっていただけたんですけど、まあ、レイ君もね、いますし、まあ、早く連れて行くのもなかなか難しいですし、まあ、できればね、あの、ビュッフェ代とかもちょっと取りたいので、まあ、ギリギリの時間にね、行こうかなっていうふうに思ってましたけど、まあ、案の定で、やっぱり混雑してたということなので、まあ、皆さん、あまりね、待ちたくないっていう方につきましては、やっぱりね、早い時間に行くことをね、お勧めさせていただきます。もう視聴者さんの言う通りでしたね。はい。ということで、ちょっと待ってね、連絡いただく次第、朝食会場の方にね、また向かっていきたいと思います。はい、ということですね、今レストランの方にね、やってまいりまして、10分待たないぐらい、8分、9分ぐらいでね、すぐ席のご案内ができるっていう感じでした。奥行きがね、かなり、広い感じですね。ということで、ちょっとこれからね、食事の方を取っていきたいと思います。はい、第1便でね、こんな感じで、ハムとベーコン、そしてキッシュ、フレンチトースト、パンケーキ、そしてレイ君用のウインナーとかポテトとかね。で、これが噂の食パンでしょうかね。で、レイ君のリクエストのバナナですね。これと、ソーセージ食べたい。食べたい。バナナは？はい、じゃあね、レイ君がハム食べたいということなんで。はい、どうぞ。よし。そしてね、こちらが中華がゆと、ポトフ、そしてこちらがね、水餃子みたいな、ワンタンみたいなやつですね。美味しそう。はい、そしてね、こちらが卵丼ですね。結構ね、コンパクトなのでいい感じですね。いろいろ食べたい方にはね、非常にいいんじゃないかなと思いますね。サイズ感的に最高です。そしてその他ね、生ハムだったりとかお野菜ですね。でもね、私の方はこちらカレーとですね、卵かけご飯用の温玉ご飯で、納豆はね、こういう、あ、こういう感じですね。はい。納豆落っこっちゃいました。はい。そして、ハムとかサラダ、いなり寿司とかもね、あってね、これ、サバのね、最強焼き、そして中華がゆとワンタンスープと卵丼。はい。という感じでね、いただいていきたいなというふうに思います。美味しそう。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。あとね、15分ぐらいでですね、10時15分で料理が下げられてしまって、10時半には退店という感じみたいなので、それではいただいていきたいと思います。まずはこちらの卵丼いただきます。バナナ、バナナ、めっちゃうまい。とろっとろですけど、だしがめっちゃ効いてますね。うまっ。卵の美味しい。え、ね、はい、そしてね、ワンタンとスミレでしょうかね。いただきます。うん、これも美味しい。これ食べるよ。あ、いらない。こっちの方がいい。こっち難しいよ、食べるの。はい、
じゃあ、ね、続いてカレーです。結構ねお肉ゴロゴロ入ってていい感じなんですよ。お魚ちょっと待って、いただきます。あ、このカレー美味しい。このカレー、うん、お肉ゴロゴロ、お肉ゴロ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 、うまっ。レイ君はね、なんかお魚食べたいということなので、はい、どうぞ。うん、美味しい。はい、あとはね、このイベリコ豚のハムとかもね、めちゃめちゃ、まあ、油ね、めっちゃ乗ってるんですけど、めっちゃ美味しい。うん、あー、最高。はい、こんな感じで納豆の豆がね、めちゃめちゃ黒いんですよね。はい、こんな感じですね。ちょっとこのまままずいただいていきたいと思います。わさび面白い、美味しい。なんかすごくさっぱりする感じ。はい、めっちゃ美味しいです。はい、じゃあね、こちらが、ニキンっていうところの、あの食パンみたいですね。1階のねベーカリーとかでも売ってるみたいですけど、タイミングが合えば焼きたてもね食べていただくことができるみたいですけど、こちらはですね、とりあえず焼かないでそのままいただきます。あ、甘っ。うん、あの最近ね一世を風靡した高級食パンのそれと変わらないですね。美味しい。という感じでですね、まあ、時間もね限られてますので、ちょっとね食べ進めてですね、お部屋の方にね戻っていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね美味しかったです。いや、朝から食べ過ぎました。いつも通りですけど、まあ、納豆もね非常に美味しかったですし、卵丼も美味しかったですし、おかゆもね良かったですし、イベリコ豚のねハムなんかも美味しかった、もう全部美味しかったですね。はい、パンもね美味しかったですけども、パンよりはやっぱりねご飯にねちょっと集中する傾向にあるかなっていう。パンもね種類が非常に多くてですね、あれはやっぱりねホームページに書いてある通り1日だけじゃね、食べきれないといったぐらいのやっぱり種類があってですね、あれもこれもやっぱり食べたくなるという感じですけど、まあ、ちょっとずつ持ってきてもね、普通の方は多分ね相当お腹いっぱいになるんですが、今回はカレーまでいただきましたし、カレーもねなんかもつだったりとか牛すじとかが入ってて、ね、こうめちゃめちゃお肉ゴロゴロしてて美味しかったです。はい、最高でした。いやー、もうね今10時45分で、今ねエクスプローリストということもありますので、14時のねレートチェックアウトいただいてます。ここからですねウェスティンホテル横浜さんの方に向かいますので、まあ一応ね1時過ぎぐらいまでゆっくりさせていただいて、ホテルね移動していきたいなというふうに思います。で、初めてですねこちらのハヤトリージェンシー横浜さんお邪魔させていただきましたが、満足度ね非常に高いなというふうに思います。昨日ライブでもねお話しさせていただいたんですけれども、グローバリストになってからですね、まあ、ラウンジ入れるようになってからまたね再訪したいホテルのね一つだなというふうに思いました。もうリッチマンカもね非常にいいので、まあ、今回は残念なことにね、行けなかったですけれども、まあ、横浜中華街だったりとかもね行きたいなと思いますけど、まあ、ただねグローバリストになってラウンジも行けるとなると、なかなか横浜中華街も行きづらいかなっていうふうに思いますし、まあ、朝食もねグローバリストになると、まあ、無料でねいただくことができるので、そちらで食べるとなると、あまりね、横浜中華街で食べ過ぎちゃってもらうみたいな、頭も働いちゃうから、もう食べることばっかりになっちゃってますけどねっていうところもあるんでいいですけど、まあ嬉しいね悲鳴かなというふうに思います。お部屋なんかもね一応昨日ライブでもね見させていただいたんですけど、平米数37平米っていう記載にはなってますけど、それ以上にですね、まあ、広く感じられて非常に快適に、コーヒーも美味しいですし、なんかね視聴者さんから教えていただきましたけど、先月からUCC のね煎茶なんかも、ポーションができたっていうことですか、お茶なんかもね非常に美味しかったですし、お風呂とかもね、非常に広く、シャワーもゆったり入れてかなり、大満足ですね。まあ、機会があればですねグローバリストで、まあ、スイートなんかにねアップグレードをさせていただいたら、していただいたらね、もっと満足度高まるんじゃないかなと思います。まあでもね正直このデラックスルームとかでも本当にね十分いいかなと思います。これのね1個下はデラックスじゃないっていうだけで、多分内装が違うぐらいで広さは変わんないので、まあ、正直ツインとか普通のねキングのお部屋とかでも申し分ないんじゃないかなっていうふうに想像はできるんですけども、またぜひね再訪したいホテルだなというふうに思いました。いやーよかったです。レイ君お腹いっぱい、お腹いっぱいだそうです。まあ、レイ君もなんか今日ねいろいろ
ハムだったりとか魚とかもね、結構ねお子様連れもやっぱりいらっしゃいますけど、そんなにねうるさいとかそういう感じもなかったです。で、ラウンジは私今回行ってないんですけども、ラウンジはね今入れる方、お子様はイブニングカクテル、カクテルタイムの時間は入れないんですけども、なんだろう、バスケットにねあのジュースとかちょっとした食べ物とかいただいて、お部屋にね持っていただけるセットをね準備していただいてるみたいなので、お子様連れでもですね、まあ、非常に快適にね過ごしていただくことができるホテルなんじゃないかなというふうに思いますので、おすすめさせていただきたいなというふうに思いますし、また私の方でもね訪れたいなというふうに思いました。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないより、ぜひこちらのチャンネル登録と、ベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回の動画もね、チェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回、次の動画でお会いしましょう。